こんにちは。お客様のご希望はスマートでかつ愛嬌のあるイメちゃんでございますね。そうだ、これにしてちょうだい。あ、ready? OK ネビ、よーい。どん。はいえな。おい、なんだ。お前問題考えながらやってんのか。そんな暇ねえよ。とにかく正解出しゃいいんだ。だったらお前機械にやらせてんのと一緒じゃねえかよ。そっか、完全に機械になれたら一等賞間違いなしだな。お前一等賞が好きだね。吉本さん、おどうしましょう。どうしたのお母さん。担任の先生からお電話があって、ユタちゃんが。ユタ、うん、あいつまた微熱かちびりでも。そうじゃないのよ。お昼休みに教室を飛び出したのに午後の授業にも出てないんですって。もうそんなこと言ってられない。ちょっと来てよ。ちょっと待って、ね、私もあちこち電話をかけて探してみるから先生、ね、あちこち走り回って探してみてよ。そんな子供じゃないんだから、いちいちもう大げさだよ。そんな時に神とお父さんいないんだから。もうあ、ごめんなさい、自転車壊れてんの。俺があのクソガキのためにあのおふくろも、おふくろもたかたかくてな、まったく。あ、ゆた、ゆた、ゆた、あれりえじゃねえか。おい、おい、りえちゃん、りえちゃん、ねえ、ゆたのやつ見かけなかった？どうかしたの？いやいや、帰ってこないんだよ。だからさ、そのなんか心当たりない？学校でね、ちょっと嫌なことがあってみんなに冷やかされたね。模擬試験。なんで、吉本さんも知ってたの？まずいよ、まずいよ。あいつただでさ、思い詰めに立つなんだもんな。一緒に探そうか。本当？うん。悪いね。ちょっと待って。ユタカを何なの探すの。めんどくせえよ、忙しいのによ。あとはさ、こんなこと言ってよ。なんでだよ。僕自身が行けなかったとしても、遠くへ行ってきた人やこれから行こうとする人たちが駅には大勢いて、でもそれらの人々は僕には何の関係もなく、だから無関心でいられてじろじろ見られたりすることもないし、いきなりノックなしに入ってきたり、くだらないおしゃべりに付き合わされることもないし、余計な世話も焼かれることないし、だからここから始まるのさ、重たい荷物を背負ってスローダウン。その昔幼い少年は気弱な瞳だった。物にはすべてが敵にしか見えなかった。手を差し伸べる裏側には泥だらけの卑屈さと金色の羽に包まれた。
じゃねえか。いつの頃かだろう、人の心の裏ばかり見ることを覚え、始めてしまったのは夕方すぐだよ。天使を出てくるから張り返してな。離れていたこの僕がいつも恨めしく思える。スローダウン、怖がることはないぞ、ここから始まるのさ、重たい荷物を背負って。スローダウン、どこだよ。あ、おい、どこいるんだよ、どこ。じゃあ私たち帰るわ。みんなにまで知られてると思ったら見たら出来ずからさ。そうだな。Thank you. Bye bye. おい、ユタ。お、ぶれんじゃねえんだよな。ほら。いいや、絶対なんか帰んないよ。父さんの顔見たくないもん。見たくなくなってて、めえの父ちゃんだろうが。お前プロレスの技俺教えてやるからよ、父ちゃんにぶつかってみろよ。いや、待てよ、ほら、ぶつかってみねえことは何も味わんねえじゃねえか、お前クロ。そうだろうが。あ、そうだろう。お前な、このまんまじゃよ、母ちゃんの金魚の糞になっちまうんだぞ。いいか、あ、母ちゃんの金魚の糞じゃ世話ねえだろ、ションペン垂れてよ。そうだろうが。来いよ、来いよ。くらー、来たよ。これがボディスラム、バカ野郎。ほら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 、こっち来ろ。ゆたちゃん、まあお母さん心配で心配でお経を見てたんだから。お姉さん、お座敷、まあ、行こう行こう。あらあらあら、どうしたの。お母さん引っ込んでていいから。もう、はい、どうもでした。はい、さよなら。はい、みんな一発で万事型の決めんだぞ。やれお前、引けよ。ほら、お父さん、やろう。せっかく父ちゃんがイメージチェンジしてやったのが分かんねえのか。これなら来い、この野郎。ちょっと、ちょっと、間違ったら行けよ。ゆたちゃん、やめてください。やめろ、やめろ。いいの、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 しょびそろ、この野郎。逃げてね、満足。おやじさん、ちょっと大丈夫ですか。この男、氷大丈夫ですか。そっか。お、熱出てないぞ、お前。本当だ、苦しくもねえだろ。よーし、お前治ったみたいだな。これからさ、お前母ちゃんに言われなくてもちゃんと証明してやる。でやる。大丈夫かな。どうしたね。大丈夫よ、大丈夫。ちょっと待って、何だ。
そんな風になることないの。バカなのさ、いつでもお前は。お母さんちょっと気持ち悪い。お母さんじゃないよ、お父さん。